マスコミのやっぱ質が落ちてるってこと物語ってますよね。カンニングの竹山さんがストレートに批判したわけですよ。自分で取材しないのかねって思っちゃいますよね。はい、トギ YouTuber の川町慎一郎です。5月25日月曜日の朝8時を過ぎました。今日はですね、この週末いろいろ考えました。ネットとはどうあるべきなのか、私たちはネットとどう向き合うべきかと考えていろいろと調べ物していた時に、あえらの記事でカンニング竹山さんの記事が出てきたんですね。だからそこを踏まえて今のマスコミはこういうもんですよ、マスコミとどう向き合っていくかということも改めて今日は皆さんにお話ししたくて、思いを共有したくて、今日はこの動画撮ってます。ぜひ最後までお付き合いください。ずっと画面を見ていられないという方は聞き流しで結構でございますので、どうぞお耳をお貸しいただければと思います。またチャンネルを訪れた皆さん、これをご縁にチャンネル登録をしていただきまして、下記にコメントをいただきたいと思います。皆様からいただきましたコメントを、私に否定的なものも肯定的なものも全て目を通した上で次の配信制作提議につなげてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。まず今日はですね、アエラ、これ朝日新聞社の雑誌なんですが、カンニングの竹山さんがね、こういう記事書いてます。テレビに危機感、ネットでは…っていう報道、そろそろやめないという、こういう記事なんですね。で、これ竹山さん、この中で、今テレビに強く言いたいのは、ネットではこういうふうに言っていますとか、ネットではこのように騒いでいますとか、ネットではって報じるのもうやめませんか。今国会で審議が見送りになった検察庁法改正もそうですし、ちょっと前にはコロナで外出自粛期間中に海に行った人たちに対しての批判もそうでしたけど、ネットではみんなこう言ってますってやらない方がいいと思う。ラジオに届くリスナーからのメールや新聞の投稿とかに比べて、ネットの意見は不確定な要素が多い。意見はした人がどういう気持ちで発信したかがまず分からなくて、情報のソースとしては信頼性が薄いというふうに、竹山さん記事で書かれてるんですが、この後テレビの中の出てる出演者の皆さん方の話も出てるんですけど、竹山さんが出られてる、出演されてる情報番組などでも、ネットの意見に引っ張られた番組構成って多いと思うんですね。時に僕らも不愉快になる時がある。そして時に僕らと同じ気持ちになりますけれども、それぞれがこうネットではってことに引っ張られて、これが本当に言われてるのかどうかですね。木を見て森を見ずという言葉がありますけれども、確かにそこに一本の木はあるかもしれないけれども、全体が森が同じ木なのかどうかわからないけれども、少なくともネットでの言葉を拾って喋ってる人が多すぎなんです。皆さん方もいろんな物事を調べた時にネットで調べると思います。Google で調べる人、SNS で調べる人たくさんあります。で、最初に出てきたものだけを見て外で喋るってちょっと怖くないですか？ね、なるほど、こういうふうに意見出てきたけれども、ちょっと次を見てみよう、3つ目ぐらい見てみよう、だからこういうことなんだとって納得しないと、外で例えばプレゼンするとか、会社の資料を作るとか、皆さんの前で演説するとかって時に結構怖いと僕は思っていて、で、本来だったらそういうのってテレビマンの記者さんやディレクター、あるいは新聞記者、ラジオの皆さん方も含めてジャーナリストと呼ばれる皆さん方って玉石混交の情報がいっぱいあるんですよね。政治家だっていろんな政治家がいて、それぞれ政党によって人によって思いによってバイアスがかかっちゃうわけですよ。でも冷静に一体何なんだろうかこの問題はっていうのは、そういう玉石混交の中からフィルターをかけてテレビを通じて発信する新聞記事にしてるからこそ、僕ら前の時代からテレビや新聞に書かれてること、 NHK ではこう言ってましたよ、読売新聞にはこうやって書いてましたよって言いながら外で次のレポートを書いたりとかしてきたんじゃないですか。でも今のね、情報番組に出てる竹山さんのこの指摘からすると、テレビで喋ってる内容ってネットから拾ってきたの、あれ取材してたんじゃないのって思わなきゃいけないですよね。前の動画でも言いましたけど、やはりテレビ局やそれマスコミ全般的に記者クラブなどがあって、普通の人たちがアクセスできない情報にアクセスできたり、普通の人が取材できないところにこう、ね、取材したり会見に参加できるからこそ、今そういったいろんな情報を得て、その中でも国民の皆さん方に必要な情報というものを出してるはずなんですよ。だから僕らはテレビって一歩進んでますよ、新聞で進んでますよという自負もあった。だから僕もテレビ番組で生放送でずっと番組コーナー持ってる時には、必ず自分で納得した上で自分で取材したり、あるいは文献読んだりして、全部根拠を持った上で発信してました。雰囲気では喋ってなかったんです。でも今ずっとこのチャンネルで皆さん方と考えさせていただいている、ふわっとした民意っていうのはまさにこういう、なんとなく誰かが言ってたとか、
ツイートがありましたとかリツイートがいっぱいついてましたとか元の情報とかが間違ってたかどうかは別としても世の中が盛り上がってる感を見せりゃいいみたいなねそういうところで終始してしまってることに竹山さんが警鐘を鳴らしたということは僕一つ大事だと思います。でも一方でじゃあ私の YouTube もたくさんコメントくださいねっていう話をしてます。いろんなコメントつきます。特にこのコロナの問題だとか検察庁法の問題いろんなコメントつきますけれども全てが全て別に僕の応援じゃないです。当然めちゃくちゃきつい言葉もあるしもう誹謗中傷みたいな内容のものもあるんですけどでもじゃあこの誹謗中傷を書いた人たちがどうしたら次にプラスになってくれるのかとかどうやったらこの人たちと距離感が縮められるかな中には縮まんないよってもともと考え方違うんですからっていう人もいますけれども僕はリアルの世界でも結構そういう例えば共産党の人と共産主義の人たちだとかマルクス・レーニン主義の皆さん方とこれまで議論をしてきてそして分かり合えるところは分かって分かんないところは全く分かんないんですけどでもこの社会を良くしようとかこの日本元気にしようとかって思いでは共通する項目がちょっとでもあるならばやはり議論になるんですね。もう最初から議論にならない人とはそれはやらないです。時間の無駄です。誹謗中傷と一口でくくられる中にもですね建設的な意見もあればもう本当にひどいですねもう見たくもないような言葉が並んでる時もあるんですけどだからネットのその匿名性の書き込みとかっていうのは結構僕は怖いなと思っていてでヤフーのコメント欄なんかもずらっとよくコメント並ぶんですが大体こう最初の方の頭に書いてあることに引っ張られてる人多いですよね。最初に書いてあるコメントがじゃあ今中華かフランス料理かイタリア料理か何食べたいですかって言われた時に最初に中華って書いてあっていやこの季節はこうですから何ですかって書いてあくとなんかそこに乗っかっちゃうみたいなねコメント多いと思うんですけどだから自分の思いを本当に書いてほしいなと思います。まあ、ツイッターは文字数も少ないので伝えられる表現もどこまで微妙に伝えてのねニュアンスが届いてるかどうかは別としてもリツイートがついてついてついちゃうとネットでは言われてるって言われちゃうんですよね。今まあこう特に皆さん方はお家にいらっしゃってテレビを見ていて非常に感じてることも多いと思うしだからこそ今こうやってですね僕は YouTube を使って皆さん方と距離を縮めたいと思ってます。先ほど言いましたフィルターというもの情報のフィルター僕も結構テレビ朝日アナウンサーだからとんでもないと最初から動画を見ないで批判をされる方もいっぱいいます。で動画を見た後になんかテレビ朝日アナウンサーって書いてあったけどまともじゃないかと言われる場合もある。自民党って肩書きがあるからなんだお前はいつも自民党の擁護ばっかりしてるのかという意見もあります。現役の都議会議員ということであるならば政治家としてなんだという話をしてるんですけど僕は今この YouTube 都議 YouTuber とは名乗ってますけれども YouTube でお話しする以上は僕は多くの人たちとこうやって信頼関係を持ってつながりたいしそして多くの皆さん方と今はこれ YouTube の私が喋るだけの画面で喋ってるだけですけれどもコメントを通じて双方向でお互いの意見をぶつけ合うことによって党派とか肩書きとか住んでる場所とかなんかそういうもの全部関係なく本当の意味でリアルな議論の場を作りたいと思ってるんですね。すごくこの元テレビ朝日アナウンサーという肩書きあるいは自民党の都議会議員という肩書きに誇りを持ってます。誇りを持ってるますけれども一方でああ元マスコミの人なのねとか あんた政治家なのねって言われて最初からこうシャッターを閉じられてしまうことに対してもうすごく胸が痛くなる時があるんですね。いやだからちょっと聞いてくださいよと皆さんの今まで接してきたマスコミ出身の人はこうかもしれないけれども僕は違うんですよとね、政治家って皆さん方嫌な思いしてきたのか、まあ、イメージ悪いのか分からないけれども僕はそういう政治家は目指したくないと言いながらリアルな世界でも多くの人たちと議論してきました。そうやって僕ずっと育ってきたんですね。もうすぐそれで40歳になろうとしてます。でもこの中で自分が養ってきたものを少しでも今のそれまでの活動ではですね届かないので少しでも多くの皆さん方と思いを共有することによって皆さん方からヒントをいただきたいんです。もうそれぞれ皆さん方育ってきた環境も違うし食べてきたものも違うし習ってきたことも違うし学んできたことも違う見てきたテレビもネットも違うんです。その中で得た情報をお互いでなるほどなって僕納得したらすぐ皆さん方の意見に乗りますから。もちろんその柱はこの日本を元気にするため明るくするためです。
それは10代だろうが70代だろうが80代だろうが関係なく皆さん方からの意見を求めているわけですけれども、だからそうやって生の会話をすることによって、でも僕はじゃあネットではこんなこと言ってますよっていうふうにざっくりとは言わないですよね。お寄せいただいた意見の中にはこんなこともありますよというふうな話はするかもしれませんけど、つまり何を言いたいかというと、僕はしっかりとフィルターをかけた上で責任を持って YouTube で配信してるということです。この竹山さんの話もそうだし、僕が今まで言ってきたこともそうだけれども、責任を持たないでテレビで喋ってる人が多かったり、あるいは専門家と有識者として出てるかもしれないけれども、ちょっとこう視野が狭くてですね、自分の世界観だけでその世界観を延々と喋っていて、それを見たテレビを見た人たちが信じちゃってる世の中も怖いなと思ってます。生放送だともう時間限られてるんですよ。結構こう喋ってる時は皆さんタレントの出演者の皆さん方も時間とか気にしてないように見えますけれども、僕なんかチラ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 あと何分でCM 行くんだろうなとか考えながら時間と勝負で戦ってます。そうするとあと一言言いたかったんだけど、まあこれ番組の進行に影響あるからやめようみたいなこともあります。一方で全く時計も見ないでですね、ずっとダラ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 喋っていて、僕の喋る時間がなくなったりとか他の人がなくなって大変だなと思う時もあるんで、だからやっぱ生放送の番組というのはこうある意味切り取りはされないんだけれども、今度は時間尺調整との管理の中に非常に難しい場面があるので、僕は今 YouTube という媒体に対して力を入れるようにしました。引き続きネットではというよりも YouTube で僕は名前を出してしっかりと嘘偽りなく私の思いを語っていますので、皆さん方にもこれも応援していただきたいと思います。今日はこの辺りにします。最後までお付き合いいただいてありがとうございました。最後までご覧いただいた皆さん、チャンネル登録していただきましてコメントいただければと思います。ありがとうございました。